並川勤一1月8日から2020年9月5日は日本の実業家、三院三素工業社長、並川屋第18代当主、島根県安木市出身。1962年度志社大学小学部卒業、同年松下電機貿易勤務1964年度、ベールウト事務所、勤務1975年度カイロ事務所、 所長1982年同社退職、同年参院参素工業、参院霊職勤務1987年参院参素工業、サンレイフーズ代表取締役社長就任2011年サンレイフーズ代表取締役会長兼社長就任2020年参院参素工業、代表取締役会長就任並川家の先祖は、丹波、亀岡の豪族であった。 今なお亀岡には並川勢が多い。やがて出雲に土着。並川家は出雲で醤油や酒の醸造、金融業などを営み、時移り、天明三年に今の安西市に家を建てた。出雲地方の代表的昇華建築である。法歴、明和年間に起きた火災の教訓から、現在の建物は維持に最新の注意が払われ貴重な歴史的資料になっている。 築後200年以上経った、この建物は、島根県指定の有形文化財、並川家住宅として補修され保存されている。山陰酸素工業社長、並川つとむありがとうございます。